七かまど、図鑑集め終わったぞ。おお、吉田は、ポケモン図鑑の様子を見せに来たんだな。はい。ふむ。見つけたポケモンの数は150か。見事だ、吉田。神話地方のポケモンが図鑑に記録された。これで私のポケモン進化の研究も一層はかどる。こいつさ、おお、大木戸、大木戸てか、七かまどってさ、進化に対する研究をしてんのにさ、メガ進化見れないのちょっとかわいそすぎない？ふう、それにしても関東から新王は遠い。だけど新しいポケモンに出会えるならどこへでもですな。おお、大木戸くんではないか。さすがポケモン研究の世界的権威。ポケモンがいるところを大木戸ありというのは昔から変わっていないな。後輩なのか。そうだ、大木戸くん、私の隣にいる悪者が新王図鑑のページを埋めてくれたのだよ。どうも、はじめまして。わしが大木戸じゃよ。七かまど博士から君の名前を伺っていたよ。なんでも若いトレーナーが、素晴らしいトレーナーがいると、その話通り、いや、話以上じゃな。全然似てねえわ、モノマネ。あれ？俺、大木戸のモノマネは得意だったはずなんだけどな。いや、話以上じゃな。そして実にグッドタイミング。こっちに来る用事があって、七かまど博士のためにも、全国図鑑のデータを持ってきたところだったのです。そうじゃ、君のポケモン図鑑も全国図鑑にパワーアップしよう。世界にはまだまだ数多くのポケモンがいるからな。これでいろんなところが行けるようになったのか。全国図鑑の完成は大変だと思うが、ぜひ頑張ってほしいものじゃ。何、吉田間なら大丈夫だ。ところで大木戸くん、こっちに来た用事というのは。そうでした。ハマナスパークができたのです。これあれだろ、伝説のポケモンと会えるやつでしょ。確か、221番道路でしたかな。あそこには様々な地方のありとあらゆるポケモンが集まるシステムがありましてな。それがうまくいくか見届けに来たのです。吉田間くん、よければ君も、ハマナスパークに来るといいぞ。おっといかん、これでは約束の時間に遅れてしまう。ではお二人、失礼させていただきますぞ。明日もポケモン、ゲットじゃぞー。やっぱこれはできるんだよな。相変わらず忙しい男だ。さて吉田間、信用図鑑をすべて埋めてくれたことに感謝して、私からのプレゼントだ。ポケトレ？何これ？そのポケモントレーサー、縮めてポケトレを使うと、ポケモンが潜んでいる草むらがたちまちわかる。本当は信用図鑑のため頑張るお前たちに用意したものだが、まあいい。全国図鑑のためにも役立つだろう。ああ、色違いが出やすいとかそういうやつ。お、終わりだわ。え？お、ヒョウだ。久しぶりだね。君が四天王を倒して殿堂入りしたと聞いて、飛んできたんだ。本当におめでとう。他のジムリーダーたちもみんな喜んでいるよ。でもね、僕たちジムリーダーだって黙っちゃいられない。君に負けたことはすごく悔しかったし、ジムリーダーの誇りもある。次は絶対勝つとみんな思ってるんだ。だからよかったらもう一度僕たちとポケモン勝負してくれないかな。みんなそれぞれのジムで君を待ってるよ。もちろん僕も黒金ジムで君を待ってる。これが、あれだな。強化ジムリーダーってやつか。わ、ここ？ハマナスパーク来た。ああ、いろんな洞窟がある。こん中からたまに伝説のポケモンが出るよっていう。そういうこと？天空の部屋。あ、これなんか持ってないといけない感じ？いきなり戦えるわけないもんな。不思議な台座がある。石板を使えそうだ。あー、なるほど。どうやらね、化石掘りで謎のかけらってのを入手して、それと交換するらしいぞ、石板。これはなんだ？これじゃないよな。緑玉。これかな？絶対違うわ。なんかでも、初めて出た。ああ、変わらずの石かよ。ああ、すごい。バリバリ新王地方じゃなくなってる。いや、ちょっと待って、レベル高っけ？うわ、もう捕まえた瞬間からうちのパーティーとして使えるじゃん。これあれだな、新しいポケモン入隊あるね。おーっと、また知らないのが出てきたな。なにこれ、ちょっと待って、え、でかっ。あー、これ、オムナイトの化石だ。
でもいらねえな、オムナイトなんて。貝の化石。いや、30分やってるけど何、謎のかけらだっけ？それが一個も出ないよ。これやばいか、もしかして。何これ、なに、なにこれ、何か長細いものがある。いや、長細くない、待って、これは取りたい。何、アメーバ、何これ。あ、光の粘土か。リフレクターと光の壁が張ったんなるやつだね。持たせておくと。あ、トロピウスだ、懐かしい。なんかこいつめっちゃ滑空してる。何してんのこの人。それ物理法則的にありえんくない？それなんか変だぞ。あー、技マシンとかと交換してくれるんだ。ただ要求量がちょっとお前多いって。そんな持ってねえよ。ちょっと微塵も謎のかけらじゃないから配信外で集めておくわ。3つ必要だからさ、もう多分3、4時間やんないと集まんないんだよな。とりあえずギラティナ捕まえに行く。めちゃめちゃ BGM 怖いんだけど。てかこの BGM ってあれじゃねえの、ロドムがいるさ森の洋館の BGM だよな。ギラティナのマップで使われてるんだ。まあいつも一応ゴーストタイプだからな、そういうことなんだろう。戻りの洞窟。またとりあえず切り払いか。あーあー、迷路系か。3本の柱を抜けてマドローム何々の元へ。何が30を超える前に。あ、これどういうやつだっけ。3つの柱を見つけろ。ああ。なにこれ、全然わかんねえ。30超える前にってさ、あ、おっと。1、3。なにこれ、これ何、1、3。上に1、下に3とかそういうこと？で、これ30超えたら多分元の場所に戻されるとか。あー、別の場所になった。あれ？これ元の場所来ちゃったか。どういうこと？あ、これ2個目だ、25。数字の意味がわからんな。3本目来たわ。そしたらあとは青だけか。何にも分かってないんだけど。ギミック分かんねえ。マジでギミック分かんねえ。よくたどり着けたな。ビシャーン。ああ、いい BGM だ。さあ、俺のパーティーに加われ。四天王たちも強化されてるからお前の力が必要だ。ゴーストドラゴンタイプだから噛み砕く。あー、ギラティナも特殊型か。物理だったらもうちょっと入ってるもんな。かってー。ギラティナって物理防御型なの？よくわかんねえな。防御下がんねえわ、逆に。オッケー、これでぴったしだな。で、このマップだから多分ダークボール10個も投げればいけるんじゃないかな。持ってるよな、持ってる、10個持ってるわ。さあ頼むぜー。マスターボールねえからな、もう。あー、うっ、いやー全然ダメだー。不良品捕まされたか。てか、シャドウダイブしてるときさ、これ投げられんの？だよねー、最悪だ。なんか、え？なんで等速直線運動したん今。
らいで捕まったわ。あ、やっぱダークボールすごいな。こういう洞窟では確かね、ハイパーボールより捕獲率が高かったはず。反骨ポケモン、この世の裏側にある世界に住んでいると言われるポケモン、古代の墓場に現れる。あ、ここ墓場なんだ。あー、こいつ両刀か。ただね、ギラティナの性格が防御が下がりやすくて特攻が上がりやすくなってるから、まあ、特攻を伸ばすべきだな。ただシャドウダイは物理と。なるほど。いや、まあまあまあ、できれば特殊でいきましょうねっていう、そういう感じだな。あー、これはまあ観音おさらばかな。特殊型が来て、鋼も馬娘がいるから、いらんな。よくやってくれた。ここは命輝くもの、命失ったもの、二つの世界が混じる場所。なるほど、完全に理解したわ。おーっと、陰キャが10万ボルト覚えてくれる。ついに電気技覚えてくれるか。まあ、痛み分けなんていらないだろう。さあ、そしたら強化ヒョウタと戦ってみるか。こいつらは変わってないのか。いやー、来てくれたんだね。改めてようこそ黒金ジムへ。あの日、君に負けてから岩タイプのポケモンの強み、弱み、見つめ直したよ。何度も何度も。そして気づいたんだ。やっぱり岩タイプのポケモンは最高だって。こいつあれか。全地方の岩ポケモン集めてきたってことだよな。5匹 ?6 匹だ!バーンギリアス、お前ちょっとガチすぎないか?それはガチだろ、お前。でね、これバンギラスの特性で砂起こしで砂嵐が発動するんだけど、砂嵐中って岩タイプの特防が 1.5 倍になるんだよね。だから波動弾がこれ4倍なんだけど2倍にしかならないと。うわー、強い。しかもレベル68じゃん。ステルスロック、やべえ、こいつマジでガチだ。ガチパだこれ。まあ、それでも岩統一だからな。ルカリオ欲しいな。ルカリを抜いたら間違いかな。どうだろうね。神速がやっぱ強かったよな。うわ、お前ステルスロック吠えるはガチなんよ。頭蓋骨か。ヒョウタのあれだろうな、頭蓋骨も進化してんだろうな。雪なだれで削れるよな。あー、回復の薬か。ステロ、ホエール、噛み砕く、で、あと、なんだろう、岩ウェポンだと見たから、やれないな。こいつじゃやれないぞ、多分。あ、引っ込めた。大ノーズ来た。岩鋼か、岩単体、どっちか。氷が今一つ。あー、タイプ相性がわかんねえ。レート戦とかさ、あれなんだよ。乗せてくれるからさ、効果抜群が抜群じゃないか。あと、そのポケモンで覚えてるからね、タイプ相性覚えてないんだよね、俺。ダイノーズでしょ?まあ、鋼はさ、打ってくると見たけど、ここはちょっと、タイタニックで一旦耐えるか。鋼か地面だと思うんで撃ってくる技。ラスターカノンか、鋼。いや、暗いすぎだよ。今一つだろうに。タイタニックの耐久確かにねえけどさ、滝登りで行くしかないな。ひるむかな。普通に強すぎて勝てねえ。だって強化してんのさ、まず間違いなく70全員あるってことでしょ?やべえよ、ジムリーダーでこれって。亀大なり猿かな。いや、こいつの特性とタイプが分かんない。鋼タイプ入ってると、ウッドハンマーが全く通んねえんだよな。浮いてるから浮遊の可能性もあるじゃん。
あーよかった冬じゃねえわ。え、なんかさ、カメ&サルにさ、上取れるポケモンいる？上というか弱点取れるポケモン。アーマルド、アーマルドは虫岩だけど、虫はさ打ってくんのか。なるほどね。で、多分シサークロスあたりだから、あれ飛行に虫って今一つだよね。なおかつ威嚇、どうせシザークロスだろ。オッケーオッケーオッケー。あーでもこれ岩タイプを持ってるのか。虫に書くと今一つだからブレバー、あーどっちも等倍か。岩技読むのもありだけど、読んだところでだな。いやただセクホークまだいるね。一旦トンボ返り打って、え、てかレベル 70? でもお前アンマルとかはキリウタじゃないだろ。さすがにあいつだろ、ラムパルトだろ。でここ岩技原始の力とかじゃない、ステルスル、あ違う、ストレッチか、ストレッチか。あれ岩タイプに岩って弱点じゃなかったっけ。あかんな、強いな、強い強いよ。あー弱点つけるポケモンがいないと。なるほど、虫岩って何が弱点なんだろう。あ、岩か、岩は弱点だな。まあここはシャドウダイブ、こっちの方が早いか。いけ盗賊食天運動、おら、あー微妙いな。レベル差あるし、そろそろ俺も道具会議にしてもいいかもな。ストーンエッジ、よし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 。ね、待って虫にちょっと調べよう。いや調べたら甘えだなそれは。あれ地震になった。あ、ストーンエッジの PP 切れたか。ギラルタニーナの特性がプレッシャーだからあれなんだよ、 PP を2倍消費させるんだよね。岩が打てなくなったなら、いやどっちにしろ関係ねえか、これで織田仏だ。まあ、ほぼ互角かな。俺はまだ回復1個も使ってないしな。ギガルガに経験値食わせてんだけどな、レベル差が20あるからさ、とてもじゃないけどダメだな。あーこれ何撃ってくる、またバンギラスか。いやこれは砂を巻きに来た多分だけだね。でこの HP なら波動弾似合って落ちそう。うん、ギリかな、噛み砕くか、やばい。まあバンギラスの攻撃が、いやこれ急所か、いやこれ有効急所だわ、多分耐えてた。あーセクワークのインファでぶっ飛ばすか。インファ打って、トンボ返りしてディアルガを縦にしつつ復活そうかな。てかアイテム持たせるっつってもさ、その強いアイテムがないんだよね。プレートとかしかないよ、そのエスパータイムの攻撃力を上げたりするやつしかね。なんかいいアイテム持ってたっけ。あと何匹だ、ジーランスだ64。え待ってこいつならさ、ここ岩技打ってくるか氷技打ってくるかなんだけど、氷技仮に打たれたら亀ダイナリサルが吹っ飛んじゃうんだよね。いや岩でしょ、だって岩タイプのジムだもん。これちょっとね霊美とか打ってきたら俺引いちゃうわ、
京太に申し訳ないけど。モロハの頭突き、あ、ラッキー、あぶねえ。で、こいつは打ったんまでワンパン4倍です。おらー、回復使うまでもないか。ねえ、馬娘全然育てない。これなんか抜いた方がいいかもしんないな。あと何年かかる、70になるまで。ちょっときついよね。でプテラはね、素早さお化けなんだよね、めちゃめちゃ。あと2体か。あー、これはね、まあ、飛行技打ってくると見たけど、とりあえずセクホークで威嚇ばらまいてからディアルガを盾にしよう。ちょっとディアルガ抜いて、あ、え、威嚇負けた？吠える？吠えるなの？飛行技をお持ちでない？そうか、ドラゴン岩だから全然飛行抜いててもおかしくはないか。当倍だけど耐久ないよこいつ、全然耐えるか。吠えるかな、吠えるな。そんなに嫌か、普通にドラゴンクローとかでよくない？で、後ろの、ラムパルド狩ることを考えるとタイタニックがいいかな。あー、羽休め持ちか、きっちいなそれは。ウマ娘もうやれる？やれるわけがないよね。時の王国打ってみるか、うまくいけば一発でやれるぞ。こいつドラゴン岩じゃないわ、こいつ岩飛行だ。ならなおさらなんでこいつ飛行技持ってねえんだ。でいくらプテラノドンがスパイス速いからといってアクアジェットは先制技だからこれで取れるはず。オッケー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 。でラムバルドは耐久マジでないから多分滝登りでやれると思うけどな。これが僕の切り札、岩タイプの底力だ。ラムバルド72とか、おお、たけー、お前がそのレベルってことはさ、間違いなくしてんの75とかじゃん、切り札。あらら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 ら、らまだだ、どこまでも諦めない。モロハの頭突き当たってたら分からなかったね。まだ、さよなら。いや強え、ジブリーダーでこれマジやばいわ、本当にあかんわ。あとディアルガは抜きます、レベルが上がんないんで。まさかこれでも及ばないのか。参ったな、乾杯だ。綺麗さっぱり力を出し尽くした。さすが殿堂入りを果たした最強トレーナーだ。これは僕の使ってるシールなんだ、よかったら使ってくれ。え、前のやつじゃないのこれ、新しいやつ。僕というアタイプのポケモンの絆は揺るがない。またここに来てくれると嬉しいな。タイタニック、やっぱお前の力が必要だよ。さあ次はナタネだ。待ってたよシダマ、前にやった時思ってたんだ、あなたならいつか絶対チャンピオンを倒すって。今こうして見ても強者の雰囲気ビシバシ伝わってくる。でもね、こうも思うんだ、ここであなたを倒しちゃったら私が最強なんじゃないって。お前なかなか野心に満ち溢れてるね。まあ所詮草タイプだからな、普通にブレイブバード連打してたら終わりそう。わたっこ、何してくんだろう。わたっこって草飛行だっけ、なんか飛行タイプが入ってた記憶があるな。ブレバレ3匹とりあえず持ってくぞ。早い、日本バレか、なるほど。晴れてるとソーラービームを一旦で打てるからそういう魂胆かもね。あと光合成の回復力が増えるんだよ。まさか炎タイプ使う、炎、違う、草タイプがいるとは思えないから
多分そのための晴れだね。さあ何投げてくる？土台とすか。なるほど、考えたな。岩技ってことか。まあでもブレバだよな。え、何撃ってくる？草撃ってくるわけないでしょ。噛み砕く、うん、悪タイプと岩タイプ両方半減できるやついないか、うちに。悪タイプと岩タイプいないね。じゃあ突っ張るしかない。これは耐えられるだろうな、さすがに。え、球場。あー、ごめんよ。でも夏希じゃないから許してくれな。 HP 高っ。めちゃめちゃ削られたんだけど。うわ、キノガッサー、マハパンチかこれ。あれ、ボコボコじゃねえかよ。キノガッサーにマハパンチ覚えさせないで何を覚えさせるのこいつ。だから草タイプと虫タイプはダメだって言われんだよ俺に。あんま経験値もらえないな。タイタニックのレベル上げたいけどちょっとだな。草でしょ。草か。うーん、草に強く殴れるのがまあ頭蓋骨の雪なだれぐらいだけど、岩にも草って効果抜群だからな。てか雪なだれ打つ機会ないなこれ。ひまわり、こいつってそんな強いの？すっげえ弱いイメージなんだけど。うわー、これ耐えらんないかな。レベルだけは高いんだけどね、うちこの子はね。特防がね、このようにカスなんですわ。80とかしかないんだよ、70レベルで。3パワー。あー、なるほどね。晴れてる時自分の HP が減るんだけど攻撃力が 1.3 倍ぐらいになるやつだね。リザードンとかが持ってる特性だ。レビでやれないかな。無理か。タイタニック物理型らしい。うわ、早っ。ひまわりってこんな早いんだ。いや、これは耐えらんねえわ。いや、いいね、3パワーひまわり強いね。草を耐えられるやつ、いや、観音だな。多分観音に通せる技ないと思うよ。つか、またこいつら懐いてるな。すぐ懐くな。うわ、それでもソーラービーム打ってくんの。いや、これこだわりメガネだ、おかしいもん。ソーラービームしか打ってこないのもおかしいし、こだわりメガネは自分の、あ、違う、打てる技が1個になる代わりに攻撃力が 1.5 倍っていう、でさらに3パワーで超火力出すっていう型の気回りだな、これ。気回りクソ弱そうとか言われて3立てされてんだけど。うわ、じゃあドダイヌスも半分持ってかれちゃうか、これ。陰キャ出してもだしな。あれ、お前特防77か。あ、いや、これ陰キャなら3分の1で済むね。なんて親近感の湧く名前なんだ、陰キャお前。いやー、待って、きつい。3パワーと回復の薬やばいって。まあどっちにしても一番通る技が今はドラゴンクローだ。おおおおおお、九州がびっくりした。あ、で日差し元に戻ったからこいつはただのひまわりになったわ。え、そいつに2回使う意味あんのか。いや、絶対こだわりメガネ、あの火力はおかしい。ほらね、残念。ほら、等速直線運動。よし、
70ってことはことはこいつが2番目の切り札なんだね。変なの。チェリム？チェリムかい。これね、復活できる隙だと見たセクホークだな。あー、お前もそういう感じか。これ来るぞ、フォルムチェンジが。フラワーギフト。これ何が変わるんだっけ。何が変わるかわかんねえ。わかんねえけど、まあ、うわー、やーべえ、シャドウダイブ打ったらダメじゃん。あ、そうだ、晴れてると成長がぐーんと上がるようになるんだ。いや、やばい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 、ちょっと待って。いや、でもさ、でもブレインバードルワンパンできるでしょ。こいつそんな早いわけなくない。花吹雪、え、耐えない、え、弱あれ、ぐーんと上がったってことは2段階上がって4段階か。4段階でこれしか削れないんだ。いくらね、半減だからっつって飛んだすぎじゃね。元の種族値が弱いわ、防御も低いし。だから草タイプは。さあ、日差しもなくなっちゃったよ。とっておきは最後まで隠しておくものでしょう。ロズレイド。あー、ここは変わってないんだ。ロズレイドか。まあ、シャドウダイブしかやることないな。え、何このソーラービーム中。あ、パワフルハーブ、これは1ターンで撃てるってやつだね。耐えるでしょ。ロズレイド特攻高いけど、効かねえなー。うちの新入りすげえ硬いぜ。うわー、そのソーラービームは嫌だわ。ただ相手耐久めっちゃないよ。オッケー、勝負はいつだってここから。ソーラービームか。いや、これちょっとね、陰キャが死んじゃうかもしれないから、上からブレバレぶん殴って倒すわ。そっちのなんか青い花ちぎったろ。まあ半分ぐらいか。こいつさ、マジ特攻高すぎじゃね？やばいだろ。いやー、氷太の方が全然強かったわ。やっぱもうタイプゲーだよ。弱いタイプは何やっても弱い。剣盾でもね、草タイプなんてゴリランダーぐらいしかいないしな。すごい！私の乾杯だよ。やっぱりあなたってとんでもなく強いんだ。どんな育て方したらそうなるの？まあいいや、はい、お礼に私が使ってるシールあげる。いらね。吉沼さん、お待ちしていました。白野さんを倒して殿堂入りされたんですよね。本当に尊敬します。でも私も怠けていたわけじゃありません。今度は私が挑戦者ですけど、全力でぶつかっていくので、どうか受け止めてください。あれだよな、白野以外に一番手こずったのは相撲なんだよな。さあ、見せてもらおう、どのぐらい成長したのか。カポエラ、うわー、宝島来たただこいつは格闘単体だからブレバで落ちる。あー、お前も威嚇なんだっけ。じゃあ一旦トンボ返りするか。で、カポエラーが何撃ってくるかなんだけど、いや、さすがに岩技持ってると思うんだよね。だからここは観音。いや、観音がやっぱね、いろんな技をシャットダウンしてくれるね。氷もそうだし、観音を絶対抜くべきじゃないわ。むしろ今うちのパーティーにストッパーとして絶対に必要なポケモンだわ。聞かんのー。で、これで特防が下がったから、まず確実に落ちる。よし、い
やまあこれはこれであれだ、ブレバで HP 削んなかったから裏でセクホークが生きるな。豪華猿？あー豪華猿か。ここは炎技を確定で打ってくる。炎技か。いやどうしよう、これ無理ぞ。これセクホークでどうにかなるかな。雷パンチ絶対持ってるもんね。なんだ、うわーなんじゃそりゃ。うわしかも特殊型かよ。うわーやるー。ただ白いハーブをイカグリ使ったから特攻は元に戻らない。それなら亀大なり猿でいけるかな。それとも戻すか手持ちに。うわー両刀だー。やべえ強い。いやそうこなくちゃな、スモモはやっぱ強者でなくちゃな。俺が唯一認めたジムリーダーだからなこいつは。なーるほど、さようですか。やべえなこれ。じゃあやべえわ。うちのパーティー炎タイプ一貫侍なんだけど、アクアジェットで落ちるかな。豪華猿耐久はないよ。いやー落ちないか。雷パンチは持ってない。アクロバット、これは持ち物を持ってない時上がるってやつだね。帰ったか。回復の薬じゃないねえ、おかしいってねえ、やっちゃいけないって。君眠りの奉仕とかさうちに来てる感じでしょ。いやこれも陰キャしかねえな。マッハパンチかな。眼風、眼風なんだ。眼風か。命の玉持ちか。攻撃力が 1.3 倍になる代わりに攻撃時にダメージ食らっちゃうやつだね。シャドウダイブ。あれ？え？強っ？あ、だよね。びっくりした。終わって。よしよしよし。3回なら許そう。キノコの奉仕とか覚えてないのかな。キノコの奉仕っていうね、命中率100で相手を確実に眠らせるって技があるんだよ。クソ技。あ、やれるんだこれ。柔らけえな。ただ2体ボッコボコにされたのか。ヘラ沈められる。ストーンエッジか。いや陰キャ硬くていいね。お前陽キャだろもはや。その硬さは、うわー。あ、まあいいや。これは根性っていう特性でこういうのが 1.5 倍になるやつだね。状態上になってると。ただ防御はミロカラスみたいに変わんないからこれは別に。これギラティナどうせ死んじゃうから復活槽でまたもやセクホーク。セクホークは最後までいるだろうなパーティーに。こいつぶっ壊れだよ。技も強い、特性も強い、ステータスも高い。あーここはね何かで持ってきたいんだけど。え、頭蓋骨お前さすがにさ、ヘラクロスよりはさ素早さ早いでしょ。頑張って。あーまあ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 別にいいよ。その回復の薬はね全然痛くねえわ。つか一発じゃねこれ。お前さ、お前の攻撃力で逆にやれなかったら何ができんだよ。相手のが早い。くそ、
広域させたらピカイチなんだけどな。こだわりスカーフとか持たせてもいいかもしれないな。その HP にさ、セクホーク投げるのがすごいもったいないから、タイタニックのアクアジェットでぶっ飛ばすか。これで相手はあと2体か。チャーレミング3体。しかも待って、なんでこいつがレベル72なんだ。チャーレミングか。まあ一発滝のぼ、あれ早いや。まあ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 、ブレバでワンパンよ。セクホークより早いわけがない。まあ、最悪威嚇ばらまいてるしね。ただチャーレムの特性のヨガパワーってやつで、2倍になるんだよね、攻撃力が。おかしくない？なんか、おかしいよね。無条件で攻撃力が2倍になるっていう特性なんだよ。頭おかしくない、チャーレム。まだこいつがいたか。ちくしょー、こいつがちょっと厄介すぎる。無理だよね、これ。相手の方が早いよね。あ、こっちの方が早いわ。はあ、さすがにセクオークの方が早いんだ。勝手になんかゴーカズラの方が早いと思ってた。で、ルカリオか。経験値高っ。ものすごいプレッシャーです。ビルドアップしてくるんか。いや、インファで一発だ。マジか。ビルドアップ回復の薬やられたらすっごいめんどくさいよ。波動弾。まあ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 、ちょっと観音じゃやばいな。多分インファイトとかで落ちちゃいそう。ピンチをチャンスに変えてみせます。で、君も回復2個作ったから、使ったから俺も使わせてもらうぜ。あー、よかった、使っといて。やっぱ耐えらんねえよな。てか今日あれだな、トイタニックなんか逆に立ってんじゃん。いつも何にもせずに死んでいくのに。先制技やっぱ偉大だね。ただむしろもうそれ以外こいつ仕事ない、マジで。炎タイプ相手でもさ、上から殴られてすぐ削られちゃうからね、耐久なさすぎて。くそー、死にまくるからレベル全然上がんねえじゃん。参りました。つか今見えちゃったんだけどさ、タイタニックも特防80しかねえじゃん。ふざけんなよ。はい、また私の負けです。吉沼さん、さすがです。私なりに強さを求めて鍛錬してきたんですけど、気づけば吉沼さんはもっと高みに行ってました。強さって奥が深いですね。この子ね、素直で好きだわ。バーニングシール、もうもはやあれじゃん、炎タイプのジムリーダーになっちゃってんじゃん。豪華皿も使ってるし。